先生、水、道路、水、どうした？いいから、水だよ、はいはい、水、サンキュー。てか何なんだよ、水くらいその辺で買ってこいよ。ここは喫茶店だぞ、なんか頼めっての。実は今日、いや待て待て、困るよ。え、いや、お前とは保育園からの仲だよ。小学校も一緒に通ったし、中学、大学、中学、高校、大学、ずっと一緒だった。でもよ、それはお前が友達だからやってこられたんだ。そんなもん、もらえねえよ。違うよ。え？それ俺にじゃ。なわけねえだろ、バカかよ。なんだよ、紛らしいことすんなよ。いや、普通間違わないって。で？え？ええじゃねえよ、それ俺んじゃなかったら何なんだよ。あ、聞く？それを話しに来たんじゃねえのかよ。よし、そうと決まればじっくり付き合ってもらおうか。表クローズにしてきたから夜まで俺に付き合えよ。お前勝手に閉店さすな。まあそう言うなって、うん、それにさ、ほらどうせお店開けたって客来ないじゃん。だからな、ごめん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 ってな、頼むよ。だよ、言っとくか、俺今日そんなに時間がないからな。あ、すいません、もう今日お店閉めちゃってるんですよ。お前が言うな。すいません、明日からまたやるので。またお前、え、知り合い？知らない。知らなくないだろ、やっぱり知り合いか。いや知らない。おお前、ポニーテールくん。ポニーテールくん、思い出した。あー、あの時のね。お前なんかやらかした？悪いな。お前やっぱりなんかやしただろ。ちょっとな。カッコつけてる場合か。君も一体何者なんだよ。ポニーテール君です。そこじゃねえよ。マスター、水。え、いや、なんでこんな時に。いいから水だよ、水。お前、後つけてくるとはいい度胸だな。お前、お前、お前、お前は一体誰なんだ。そして何者なんだ。答えないと、うん、ええー、何されんの俺。笑ってないでさ、答えてくれよ。邪魔者には消えてもらうしかない。は？邪魔者？お前の実力不足なだけじゃ。そんなことはない。お前が来るまではうまくやっていたんだ。気づかなかっただけだろ。こうなったら生きるか死ぬか、それが問題ってところか。言っておくが、俺はお前より有利な存在だ。お前一体何を始める気だよ。受けて立つ。いや無視。これで白黒はっきりつけさせよう。いや
さあ、お手でやってくんないかな。うるせえ。ミク。よしと。お前、この店覚えてるか。当たり前じゃない。なんで覚えてんだよ。だってここは昔からよく来る喫茶店じゃない。お前はいつも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 言えばこういう。ふざけんな、ムカつくんだよ。なんであんたにそんなこと言われなくちゃいけないのよ。違う、そんな。今日は随分と小綺麗にしてるじゃねえか。小綺麗？綺麗だよバカ野郎、いちいち突っかかってくんなバーカ。何を偉そうに。だぞ。少しはおしゃれしなさいよ。そんなダサい格好しか持ってないわけ。だぞ。俺は女には手を挙げねえ。よしと。でもお前はなんでそんなに憎たらしいんだよ。何がよ。よく聞けバカ。バカ野郎なお前が憎いほどな、俺の心にいてやがんだよ。畜生。なんでこれをお前に渡さなきゃいけねえんだよ。これってもしかして悪いかよ。はい、口で言うのは簡単だ。はい、文字で書くのも難しくない。はい、気持ちは誰でも知っている。はい、悲しいくらい好きになること。はい、いつでもそばにいたいこと。はい、いつまでも生きてほしいと願うこと。はい、気持ちは誰でも知っている。愛、それは愛という言葉じゃない。愛、それは気持ちだけでもない。愛、遥かな過去を忘れないこと。愛、見えない未来を信じること。愛、繰り返し繰り返し考えること。愛、命をかけて生きること。この喫茶店は穴場なんだ。そうなんだ。あの部屋素敵だったね。うん、夜景と海と最高の夜だったわ。そりゃよかった。ゆうすけさん、うん、ありがとうね。いや、もう行かなきゃ。そうね。ごめん。いいのよ、私たち他人なんだから。うん。あ、それ。あ
ミク。何？また会えないかな。もう行かなきゃ。ミク。じゃあまた。ミク、これ感謝の印だ。受け取ってほしい。ありがとう。ああ、この椅子、机、この棚、なんて素晴らしいんだ。この雑貨、この明かり、この音楽、すべてが素敵だわ。この空気、酸素、窒素、二酸化炭素、L-O-V-E-L-Y LOVELY。 生きとし生けるものは皆に溢れています。すべてに感謝してを感じましょう。は人生を豊かにすることができます。だから伝えたい。俺は私にを受け取ってください。俺のお、あなたの嬉しいです。あ、いい、シミってだけ。マジでごめん。住んでて止めだし、セーフってことで。すいません、アイスコーヒーください。我にホットコーヒーを頼む。お隣よろしいかな。あ、どうぞ。そろそろ春だな。そうですね。カチャカチャ。え？ GPS で？私の近くに？本当に？玉川増水を図り、世田谷水没を企む悪の組織ピアードが分かったわれと。コーヒー遅いですね。うむ。伯爵様もコーヒーを飲みになるんですね。ああ、やっぱりピアード伯爵ね。しまった。さよう。我こそがアゴヒゲアザラシの怪人ピアード伯爵、その人である。世田谷を水没させ、我らが住みよい世界を作るのだ。ここであったが最後よ、ビアード伯爵。私はアート戦士タマビンジャー、ヒロインタマピーチ。わけあって変身はできない。ははタマピーチ、落ち着きがないな。よく聞け。今日は貴様に話があって来たのだ。我には今春が訪れている。そのため自慢のアゴヒゲも剃り、メガネをかけ、変装した仮の姿で徘徊しておるのだ。アゴヒゲをなくした我はもはやアゴヒゲアザラシの怪人ではない。ただのアザラシの怪人だ。それでもタマピーチ、そなたに心を奪われてしまったのだ。タマビンジャー陥れようとしてるのね。他のビンジャーを呼ぶわよ。その突き放し方、ぜひとも我がビアードファミリーに迎え入れたい。さあ、受け取れ。我は何度でも貴様を迎えに来るぞ。お前は定女か？なぜ私にそのようなことをおっしゃるのですか？お前が定女で美しければ親しくしない方がよい。いや、定女で美しければ逆によろしいのでは。美しいとは罪だな。こんなにも心を奪われ、私はあなたを好いてしまっていたのだから。私に何の罪があるというのですか。罪などはない。しかしだ、
お前は可愛い、それが罪だと言っているんだ。お前のような可愛い女は罪そのもののようだ。なんてことをおっしゃるのですか。私の前から立ち去らなければなんとも気が狂ってしまいそうだよ、ファターケヤマ。私に罪のないことで責められることは心外だわ。うるさいうるさい、お前みたいな女は天寺へ行け。ひどいわ。行け、行くんだ天寺へ、天寺へ行け。それじゃあさよならだわ。待ってくれ、天寺へ行くならこれを。なぜこれを。お前の可愛らしさに心を奪われ、形に変えたんだ。ひどい方ね。まさに生きるか死ぬか。まさに生きるか死ぬか。それだけ受け取れ、受け取ってくれ。めんどくさい方ね。私には死は重すぎる。ただあなたのことを、可愛い、美しい、素敵だ、愛おしいと思ってしまったんだ。ならそれでよろしいのでは。私はあなたの気持ちを喜んでお受けいたしたいですわ。生きるか死ぬか、それが問題だ。あなたのために死を選ぼう。天寺へは行かないわ。マジかね。そやね。今日なんか静かじゃなか。いや、そげんこつなかよ。緊張しとった。そげんこつなかって。高原ちゃんとしたレストランに連れてきてくれるってなんか嬉しか。そう言ってくれるとこっちも嬉しか。でもどげん風の吹き回し？うん。実は今日話したいことがあるとよ。話？話ってなん？うん。俺。来月転勤ば決まったとよ。転勤？うん。来月東京に転勤ばすることになったっちゃ。そぎゃんね。うん。うちの会社一の出世頭やんって。東京ってすごいったい。頑張って。うん。それでなんやけど。お待たせいたしました。あ、こちらです。開けてみり。俺と一緒に東京ば来ちゃらんね。いい機会やと思っちゃ。俺と一緒に東京ば来てほしか。なかなかやるな、ポニーテールか。お前もな。一体何を競ってんだよ。もうこんな時間か。悪いけど今日は帰ってくれるかな。もう店じまいだ。もういいじゃん、どうせ元から店閉めてるんだから。いや言ったろ、俺は今日あんまり時間がないんだって。どんな用だ。外入してくんな。あ、ひょっとしてこれか。ん、いいから帰れって。なんだ、隅に置けないやつだな。君初対面。そうだ、気安く話しかけてんじゃねえ。邪魔者扱いしないでくれ。お前、とにかくお前には消えてもらわなければな。は？お前が消えろ。表でやってくんないかな。あ、客、すいません、今日は。わあ！え？ミク？お前なんでこんなところにいるんだよ。なんで？なんであんたこそここにいんのよ。畠山さん。どちら様ですか？え？あ。あ、菅原さん。え、何、知り合い？いや、知らない。ミクちゃん。あ、柴田くん、どいて。柴田くん？君たちの関係は一体？あ、ここ3人は幼馴染なの。ね、ダシとヨシとか保育園から一緒で。で、柴田くんは途中から引っ越してきたのよね。うん。ガーン。
まず落ち込むなって。何やってんのよ柴田君、もしかして今日どっか行くつもりだった？いや、ここでと思ったんだけど、どっか行こうか。そう、ちょっと待て。おい、それってどういうことだ？いや、この裏切り者、なんで君に言われなきゃいけないんだよ。はあ、怪しいな。もしかして？いいから帰ってくれよ。わかった、帰る。え、だってほら帰るぞ。なんかごめんね。あ、いや全然いいんだけど、帰らしちゃってよかったの？あ、いいのいいのいいの。あ、そう、あの、あ、ちょっとここ座ってくれるかな。あ、うん。実は今日ちょっと話したいことがあって呼んだんだ。ちょっと待ってて。なるほど。なるほど。え、帰ったんじゃ。ああ、ミク、お前なんでここに呼ばれたかわかんねえのかよ。突然何？かあ、どんくせえ女。何よ。どんくせえ女にどんくせえって言って何が悪いんだよ。畠山さん。え、はい、え。この喫茶店は穴場なんだ。そうなの。よく来るけど。もう行かなきゃ。あ、そうなの。じゃあまた。いや、そうじゃなくて。え、何？え、どっけ！あのな、ミク、生きとし生けるものは皆に溢れてんだ。え、なんて？だからに溢れてんだよ。あ、ごめん、聞き取れなかった。受け取ってください、俺の。お、意味悪くなったのかな。全然聞き取れない。大丈夫。え、ミク、はい、あのな、ちょっとマジな話なんだけど、俺来月東京に転勤が決まったんだ。いや、世田谷住まいだし。もう一体何なの？お前たち何してんだよ。もうお見通しなんだよ。なんだよ、俺たちおちょくりやがって。さっきから一体何なのね。ほら言えよ。ミクちゃん、実は今日君をここに呼んだのは、君に告白はしたくて、ずっと、ずっと好きだったんだ。よかったら俺と付き合ってくれないか。え、ダメだ、耐えきれん。俺、いや僕もあなたが好きだ。一緒に天寺へ行こう。は？ミク、よしと。さあ、この3人の中から選べ。え、よしとも、え、っていうか何、そういうことなの？いや、今日はとん邪魔が入っただけで。お前なあ、早く決めろよ。なんでヨシトも入ってるのよ。はあ、お前のことを一番よく知ってるのは俺だ。俺のことを一番よく知ってるのもお前だ。俺はお前以外考えられないに決まってるだろうが。俺は恥ずかしいから告白はしねえぞ。けどな、これだけは言っておく、お前はな、持ってんだよ。ムカつくんだよ。ムカつくって何よ。お前はいつも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 フラフラして。あんただってそうじゃない。人のこと言える？あ、もういいから早く決めろよな。私はあんたが言ってくれるの待ってたのに。もう何、雰囲気も何もないじゃない、最低。いい、なんで普通にできないのよ。そんな、ごめんなさい、お気持ちは嬉しいんだけど。こんなやつのどこがいいんだよ。そっくりそのまま君への言葉だよ。俺は帰る、それじゃあ。ゾーデラ行け。うるせえ。ミキちゃん、柴田くん、ごめんね。いや、うすうす気づいてたことだ。気持ちが伝わっただけでも満足だよ。ごめんね。うん、それでだ、ミク。俺はさっきも言ったけど、お前とずっと一緒だった。どんどん大人になっていくお前を見ていると眩しかったよ。大人になるまでずっと言えなかったけど、これが俺の気持ちだ。受け取ってほしい。よしと。え？え？
どうだ。これあんた何号買ったの。いや18。最低。どうだ。だってあんなに違うとは思わないじゃんな。どうしよう。いや割れてないで何とかしてくれよな。頼むよ本当に。とりあえず追っかければいいんじゃないかな。それだ。ミク。ミク。あらぴったり。ありがとうございました。ありがとうございました。世田谷ウェブテレビをご覧の皆さん、最後まで見ていただきありがとうございました。この作演出を務めてくれましたこのアンジェリーナ有田咲さんが率いる劇団今そかりの旗揚げ公演が今度行われます。3月13日と3月14日の2日間、新宿ゴールデン街劇場にて柿椿伝える思い旗揚げ公演です。ぜひ見にいらしてください。劇団今そかりって検索すると出てきますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。さあお二人初舞台でしたね。舞台っていう。いや飛んだね飛びましたね。飛んだからね。ずっとあ大丈夫アンジェリーナやばかった本当。いや伝わったでしょうかね。伝わったでしょうかね。いろんな愛があったことが伝わったでしょうかね。これちょっとね、まあこの瞬間をあまり想定していなかったんで尺余りということで何を喋ったらいいものやろということで8時まであとね、2分です。はい、はい、2分時間をいっちゃうっていう今回僕がこうしてね、まあ、役をもらったんですけど、ちょっと今回僕このアンジェリーナさんに役をもらったのが3回目でして、ちょっとその3回のうち初めて人間役をやってもらえたというねちょっとまあ1回目2回目はその1回目途中ビアード伯爵やタマビンジャーといったね、キーワードが出てきたんですけど、そちらは多摩美術大学の時に学園祭芸術祭芸術祭ですね、はい、芸術祭でアート戦士タマビンジャーっていう舞台をやらせていただきまして、まあ、そこで、まあ、アゴヒゲアザラシの怪人というちょっとね人外を振られてしまいましてそこから2回目はちょっとねヌエという妖怪の役を校内発表会でですね、やらせていただきまして初の人どうでした。いや人間結構結構クソ野郎だったね。だいぶクソ人間でしたからね。もう配役がね、ドウラとかミクとか。全員本名ですね。本名でやってるんですけど、僕は本当本来の人間はちょっとあんなクソ野郎じゃなくて。それはどうかな。結構真人間の人間なんで。クソじゃなくて。アマデラとか言いません。ちょっとねピクピク笑っておりますけどね。アンジェリーナの鉄仮面キャラね。そう。どう好きだもんね。セクシー鉄仮面キャラ。いやでもあれですね、みんな喋った、はい、喋った、珍しい、喋ったよ。どうしました。緊張しましたね。すごいね。緊張したね、びっくりした。相当緊張してたね、うん、あと何分、あと何秒、もうちょっとですよ。よし、じゃあここはそう、ね、緊張してね、本当に出てきた時ね、そこにちょっとコードがあるんだけど、マジでそのコードに引っかかりかけたっていう、ね、マスターが一番危なかったぞ。マスター2回3回ぐらい引っかかってるあ、引っかかってるって思いながら見て、いや多分ね、あのウェブテレビの感じだとスケさん全部顔が、そう生放送のやつ多分全部顔切れてると思う。ちょっとせっかく面白い顔芸とかしてくれてたのに後日配信の機会ですか、ね、人外の役ポニーテールかどうかも分かんない、ね、ポニーテールか、あ、菅原さんで分かんない、ね、さんか。いやまあそれもそれでね、まあちょっと菅原というストーカー役にとってストーカーって言ったよ、しっくりきた、まあ、美味しい役どころじゃないかなと素でやってたストーカーとしてね、クソ人間とストーカーとかわいそうなマスター、そうなんです。すごいね。いやまあね、今回その18号2カラットと興味持った方はぜひ柿椿の方はね、クソ野郎な僕がちょっと
出ないんですが、ね、まあちょっと観客席でね、ヤジを飛ばすっていう美味しい役をもらったんで彼女出演するんでよろしくお願いします。次はちゃんと喋りますんで、ええ、次やばいやばい、あと何分、あ、もう8時できた、じゃあそろそろ締めようかな、締めようかな、そろそろ締めよう、あ、座ったままに、うん、じゃあよっちゃん、じゃあ本日7時半から8時まで世田谷ウェブテレビ3月8日木曜日、僕たち18号2カラットの面々ね、やらせていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上。